オクテットチャンネル。どうも、オクテットチャンネルの安藤です。このチャンネルでは大人の男性に向けたおすすめの着こなしであったりとか、アイテム、ブランドなんかを紹介させていただくチャンネルとなっております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はですね、大人の、春アウターの特集をしてみようかなと思いまして、春アウターといってもかなりいろんな幅があります。でデニムのシャツだったりとか、普通のシャツで、パーカー、トレーナーはアウターに入んないのかな、ジャケットとかいろんな種類があるんですけど、ちょっとどんなのを着たらいいのかよくわかんないなっていう方だったりとか、大人らしくちょっと大人っぽく見えるような、着こなしってどんなのだろうって思われている方なんかが、あくまでこれは僕の個人的な好きなものだったりとかおすすめしたいものになっちゃうんですけど、参考にしていただけたらいいのかなと思って、今回はお話しさせていただきます。ではですね、早速、3種類ちょっと準備させてもらったんですけど、この3パターンちょっと見ていきましょうか。まず、一番最初ジャケットですね。ジャケットの中でも、結構着心地が軽いニットジャケットです。はい、実際に着ながらちょっと見ていきたいなと思うんですけど、よいしょ。今グレーの合わせなのでかなり浮いてる感じはあるのかなと思いますが、本当にカーディガンみたいな感覚ですね。でこのあたりだと秋口春先、ちょっと何着たらいいか分かんないけど肌寒い、何か羽織りたいっていう時にはちょうどいいのが、このちょっと薄手のカーディガンチックなジャケットがいいのかなと思います。印象としても襟がついてるのでちょっとかっちりしてるイメージはあるんですけど、その中でも、素材とあとは生地の雰囲気で柔らかさみたいなものが出るので、これでオフ感というかちょっと抜いてる感じっていうのが出るのかなと思います。でこれは、ラルディーニの、ニットジャケットなんですけど、かなりねラルディーニのニットジャケットはシルエットも綺麗で、はい、個人的にはすごくおすすめなアイテムです。はい、で素材もちょっとこれは表情がある、いろんなカーディガン風のニットジャケットがあると思うんですけど、生地が厚すぎず柔らかくて、程よい薄さの生地感のものっていうのがねいいのかなと思います。はい、で色味もこのぐらい明るいとインナーになんかカーキだったりとかオレンジとかちょっと色物を持ってきたとしても合わせやすくて、ベーシックなネイビーブラック、グレー、ホワイトとかこのあたりとも相性がいいので、非常に使いやすい万能な色かなと思います。もちろん紺色のものもあります。はい、でこういうニットジャケット、大人の方だとなんていうんですかね、ジャケットを羽織るのが億劫になってしまったりとか、なんかちょっとカッコつけてるんじゃないのって思われてしまうみたいなのを懸念される方とかもいるかもしれないんですけど、大人の男性にとってジャケットはカーディガンのような感覚で使ってもらえれば一番いいんじゃないかなとは思うので、ラフに T シャツとかにさらっと着てるぐらいがかっこいいんじゃないかなと思います。とあとはですね、次スウェードですね。スウェードのブルゾンです。はい、これは色だったりとか、生地でちょっと春っぽさを出してあげると、こんな感じですね。色味的にはベージュでちょっと明るいトーンのブラウンみたいな感じですかね。で生地もすごく春らしい生地感、これもちろん秋でも使えると思います。はい、合わせ方次第でインナー明るいものにしてあげればより春っぽく着こなしていると思いますし、秋っぽいボルドーとかカーキとか合わせてあげるとより秋っぽく使えるというね、合わせ方次第で、いろんな見え方表情が変わってくるものかなと思います。素材的にもあんまり夏はやっぱり向いてないですし、冬これ1枚で着てたら、ちょっと寒そうな感じはすると思うので、春秋のこの2シーズンが一番こういったブルゾンは使いやすいのかなと思います。スウェードっていう素材がすごく僕はいいなと思ってて、表情がもうこれだけで羽織ってるだけであるのと、あとはレザーなので
まあ言っても革なので長持ちします。はい、持ちもいいですし、形もいろんな種類があります。こういう MA1 タイプのスタジャンタイプのものもあれば、シャツ型のものもあれば、ライダースの形、まあダブルだったりとかシングルのライダースの形にしているものっていう、まあいろんな形があるので、それは本当に自分の好みに合わせて、選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。これは個人的には、まあきれいめなテイストが好きな方はすごくこういう形はね、シンプルに着れて、いいんじゃないかなと思います。着回し力がすごく高いアイテムかなと思います。はい、でもサイズ感だけちょっと、まあ今若干大きいですけど、まあこのぐらいゆとり持ってる方がリラックス感もあっていいんじゃないかなと思ってます。はい、そして最後はナイロンのコート、まあブルゾンですね。よいしょ。どうですかね。はい、まあちょっと今トレンドがラグジュアリーでスポーティーな、ラグスポって言われるものがトレンドにはなっているので、まあ、あえてそこをちょっと抑えつつ行ってみたんですけど、ムーレっていうねブランドのもので、かなりエレガントな表情になってると思います。でこういったものだと中に綿とか、ダウンとかが入ってないので、生地的には結構薄いんですけど、防風だったりとか、まあ、防水だったりとか、防寒みたいなところがですねきちんとしてるナイロンのアウターなので、 T シャツと合わせてね2枚で着てても全然寒さとかもあんまりないかなと思いますし、ちょうどこの時期の薄さというか厚さにはちょうどいいんじゃないかなと思います。でなおかつ選ぶとしたら、ちょっと大人っぽいこういうねデザインのものがあるとより大人らしく着こなせると思います。はい、どうですかね。はい、見た目的にはかなりエレガントなデザインかなと思います。このあたりは細かく、一つ一つの商品を説明したいところなんですけど、話し出すとかなり長い動画になってしまうので、一個一個ねまたおいおい商品の説明については、ご説明していきたいなと思います。はい、まあ、ということで、まあ、結論、薄手のラフに羽織れるジャケットなのか、まあ、スウェードタイプのちょっと素材がやっぱり春らしい、秋らしい、春秋らしい素材のブルゾンを選ぶか、ナイロンタイプのねちょっと、まあ、中に綿とかが入ってないすっきりした、ブルゾンを選ぶかっていう、このあたりの3つが個人的にはまあ大人っぽく綺麗に着こなすにはおすすめなのかなと思っております。はい、ぜひ参考にしてみてください。ということで、まあ、今回はちょっときれいめによって大人っぽい上品なクラシコ系のものを紹介させてもらったんですけど、またカジュアルなやつとかね、フード付きのパーカーとかブルゾンとかも紹介していきたいなとは思うので、この動画はね毎日8時に更新しているので、ぜひチャンネル登録していただいて見ていただけると嬉しいです。お願いします。あと何か気になることだったりとか、まあこの一個一個についてもね、わからないこと、知りたいことがあれば LINE だったりコメントの方からご質問ご要望お待ちしております。というわけでまた次回、バイバイ。